かすみみたまの、現世現段チャンネル。岡本起動作、甘よの階段。6。日露戦争の際、私は東京日日新聞社から通信員として戦地へ派遣された。37年の9月、療養より北一里藩の大志望という村に泊まって、 大流およそ半月。その間に村人の話を聞くと、大志望と小志望の村境に一軒の空き家があって、十数年来誰も住まぬ。それは木、鬼がたたりをなすためだという。なしの化け物、私は例の好奇心に促されて、一夜をかの空き家に送るべく決心した。で、さらに詳しく、 その木のありさまを正すと、曰く半夜に清風さっとしていたる。大気は遺憾にして牙。小気は数十、いずれも剣撃を携えて従う。奥に進んで大気、まず怒って呼ぶ。小気、それに応じて口より火を吹き、公園奥を照らすと、何のことだ。まるで不死語が根古機関にでもありそうな階段だ。 あまりバカバカしいので探検の勇気も富にうせた。